はい、絵本作家ののぶみです。ウッチャパスのカレーライスは8月の9日に出ます。これは NHK E テレでもアニメやってるんですけど、これをうちの娘に、見せた時があったんですね。そしたら、これ面白いって言われて、で、うちの娘って結構辛口なんですよ。で、パパのやつあんま面白くないとか言って言ったりするんですよね。でもなんか、あ、これ面白いって言ってくれたから、これはもしかしていけるのかもと思ってますね。で、講演会とかでも子供たちに、今年の新作いっぱいあるんですけど、それを読み聞かせたら、ウッチョパスのカレーライスが子供人気ナンバーワンでしたね。で、カレーライスっていうのは、昭和から平成までずっとこの子供たちが大好きな食べ物1位だそうです。で、これは、まだウッチョパスが、その NHK で始まる前に描いた、その絵ですね。これからだんだんこういう風に変わっていったんですね。ちょっと、ぜひ、うちの娘もおすすめの、一冊なので、読んでみてください。ウッチョパスのカレーライスでした。